浜島は、八重山列島にある小島である。竹富島と小浜島及びか山島との間に位置する。浜島とも表記される。浜島、岩場からさすが伸びる。石垣島と入り表島のほぼ中間で、竹富島からは、西北西、小浜島からは、東北東か渡る間島から、東方向に位置する小島である。南北方向に細長い岩場からなっており、 岩場からは西側に、サスが伸びている。このサスは、潮の干満で、面積や形状を大きく変え、最も潮が引いた時には、周囲500メートルほどの三日月型になる。一方、満潮時には、面積が小さくなることから、幻の島と呼ばれる。ただし、岩場は常に、海面上にある水上岩であり、同じく、八重山列島にあり、サンゴのつぶけの実からなる。 バラス島が国土地理人発行の地形図に掲載されていないのに、対して浜島は掲載されている。岩場の北側にはいくつかの岩礁があり、最も北にあるものは運動屋の大岩と呼ばれる。岩場ではマミジロアジサシの繁殖が確認されている。また、石西商庫に位置するオバマ島からカヤマ島や浜島にかけての海底には、サンゴが広く分布しており、 オバマ島から、香山島や浜島を経て竹富島までの北側の海域は、竹富島滝隣口、石西省湖北省、与那良水道海域公園地区として、入り表石垣国立公園の海域公園地区に指定されている。1889年から1903年にかけて行われた土地整理事業の際に、オバマ島の小技の一つとして、 浜島という生児名が設定された。1952年に言語学者の宮永闘争が入り表島からの木戸にこの島の近くを通りかかった。当時、島は2つに分かれており、宮永は大きい方を新宇流島、小さい方を若女島と名付け、後日上陸して目標を立てた。新宇流島は東西37メートル。 南北140メートル、周囲約700メートルで、アダン、ハマユー、ハマヒルガオ等の植物が見られたという、ダイビングやスノーケリングのスポットとして知られている。また、浜島の東約数百メートルには、浜島ジアズマと呼ばれるスノーケリングのポイントがある。定期航路はないが、旅行会社などにより、石垣島、竹富島、小浜島からツアーが再行されている。 船での所要時間は、石垣島から約20分、小浜島から約15分。ありがとうございます。